どうも、トムヤンテニスチャンネルのトムヤンです。今回は神奈川県の、セルフィッシュという社会人サークル来させてもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう神奈川県では、最強と言われているセルフィッシュテニスサークルさんに今日は体験入部ということでやっておりますが、ちょっと紹介をしていただければいいなと思います。はい、セルフィッシュというサークルなんですけども、茅ヶ崎市と藤沢市を中心に活動しているサークルになります。で、年齢が20代から30代前半ぐらいなので、30前後が平均年齢といったところです。で、男女比も結構半々ぐらいで、うん、はい、活発に活動させていただいているサークルになります。はい、今回は何人集まっていただいたか。そうだ、これで多分15、16集まってる。全員の方になる。いや、全員だともっと多いんですけど。あ、もっと多いかな。ただ、普段本当に8人、10人集まれば多い方なんですけど。あ、そうなんですね。と今回、友谷さんたちが来るっていう感じで。あ、ありがとうございます。みんな急に行きたい、行きたいこれはセルフィッシュ T シャツで。そうですね。あ、可愛らしいです。アピールがすごいな。そうなんだよ。宣伝しておきましょう。ありがとうございます。はい。活動時間というか、はい、その何曜日されてるとかあるんですか。そうですね、土日は基本毎週ここを借りてきた状況で、はいはい、時間が5時から9時、うんうん、テニスクラブの状況によって平日の火曜日と木曜日の6時から9時、はいはい、その時間もお借りできているという状況です。結構いつも活動されてる形になる。そうですね、暇な人は集まっている、暇な人はよくやってるっていうような形です。かなりのテニス好きの方が集まってるというのをお聞きしてますので、はい、今日はちょっと3人お邪魔させてもらいますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではご覧ください。アップさせてもらいました。はい、ラリーをね。はい、で次のメニューなんですが、これどういったメニューになるんですかね。これが、はい、クロスの反面を使ってのサーブからのポイント練習になります。はい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 。簡単に言えばチャンピオンゲームなんですけど、3ポイント先取で、サーバー側がチャレンジャーで、リターン側がチャンピオンという形で回していきます。社会人になってダブルスやることが多くなったので、そのクロスラリーの強化という面で、うん、この練習を取り入れています。なるほどね。だって前出ても全然大丈夫。あ、全然前出ても大丈夫。そこはもうフリーで。あ、もうフリーで、はい、ドロップショットもありで。そうですね、何でもありで。ちょっとセンターラインだけ、あ、気をつけて噛んで。なるほど。ちょっと取った危ないよみたいな。サージ加減。なるほど、なるほど。その辺は皆さん感じてもらったら。そうですね。なるほど。わかりました。じゃあちょっと、僕と MJ たちみんなダル入らせてもらいます。よろしくお願いします。Yeah.
ました。よいしょ。よいしょ。あ、動画か。ショートバージョン。なんで優しい山下さん。
京都より5センチ高いからです。マジっすか。何この差があるんですか。出てたね。体験入部させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あんまり京都では練習っていうのはね、あんまりすることはないんですけど、なんか最初の1時間はしっかりアップさせていただいて、はい、細かく練習もさせていただいたので、なんかこう新鮮な気持ちで、参加させていただきました。はい、はい、どうでしたか。はい。はい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 譲り合い、まあないだろう。関西にこういうところあんまりないんかなと思って、なんで、あ、関東ですね、ごめんなさい。はい、すごい楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、学生の時サークル、まあ体育会に入ってたんで、サークルってこんな感じやなって思わなかったですか。はい、まあサークルがね、本当初体験ですよね。社会人になっても、そうですね、社会人サークル自体も初めてですもん ね、うん、はい、ねアレスさんは試合はさせてもらいましたけど、はい、練習はそしてそんなに、うん、まあみんなではしてない、うん、こういう大勢でやってるんで、ね、そうですね、何より人数がね、はい、そうですね、びっくりしましたね。いつもだ、何人ぐらいなんですか。いつも集まって8から10人。8から10人。今日なんかその辺までめちゃくちゃ多いです。そのワイワイした感じの練習はなかった初めてですね。初めてに近かったですね。はい、はい、すごく楽しかったですね。もらいました。ありがとうございます。はい、何か最後に、あ、何かお知らせでも何かあれば。そうですね、セルフィッシュ、公式のインスタグラムとツイッターと公式のホームページ開設しておりますので、ぜひそちらの方にも足を運んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあまた僕たちも何か体験入部ね、はいはい、あれば、いろいろ行ってみたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。よろしくお願いします。ではまた。